いやー、夏のボトムス選びって難しいよな。暑いから毎日短パンが一番理想的なんだけども、大人だからそういうわけにもいかないし、ロング丈のパンツも2本ぐらいは持っておきたいんだよな。1本はなるべくベーシックなんだけども、快適に履けるようなもので、もう1本はなんかちょっとこう爽やかに見えるものが欲しいんだよな。短パン1本とロング丈のパンツ2本、合わせて3本あればうまく回りそうな気がするんだけども、誰か鉄板の夏ボトムス教えてくれる人いないかなと思って 皆さん、こんにちは。スタイリストのシュンです。今回の動画なんですが、大人の夏のボトムスはこの3本だけあればいいというテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通り、夏のボトムス選びは結構難しいかなと思います。なんだかんだで僕は短パンが好きなので、結構夏のシーズンになるとですね、短パン率が上がってくるんですが、まあさすがに毎日短パンというわけにはいかないんですよね。まあちょっとこうワンマイル的に移動するときなんかもいいし、外遊びをガンガンするときには短パンはありなんですが、おしゃれをして 出かける際には短パンよりもロング丈のパンツがあった方がまとまりがしやすいかなと思うんですねあとはアイテム次第ですね上半身のアイテムにホロシャツだとかそういった小切れなものを着る場合はやっぱりロング丈のパンツもあった方がいいかなと思うんですねただロング丈のパンツもこの夏に適したような快適な一枚を持った方が僕はいいかなと思うんですねというのも最近の夏は強烈に暑いですし長いですよね毎年ですね梅雨終わってから秋も結構長かったりするので その間ですね、3シーズン対応みたいなボトムスを履くのも悪くはないんですが、まあ、夏に特化したような素材使いの定番的なボトムスもやっぱりあった方が快適かなと思うんですね。ですので、昨今のですね、日本の夏にあったようなボトムスをですね、今回の動画ではしっかりと3本に厳選して皆さんにご紹介をしていきたいなと思っています。まあ、本当にボトムスもあらゆる選択肢があるんですが、たくさん持ってりゃいいというもんでもなくて、まあ,ある程度ですね、使い勝手を考えると3本ぐらい持っておけば キャラクターを分けてででですすねね使ううことときるかなと思うんです、ね、僕もいろんなボトムス持っていますが、よーく使うものって考えると3、4本ぐらいなのかなと思います。ですので、今回の動画の中では、数ある夏をボトムスの中からギュッと厳選して皆さんにですね、しっかり解説をしていきたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで、ここからですね、具体的に大人に似合うですね、夏のボトムスを皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一本目は、最もベーシックで、まずはここから揃えた方がいいかなというものをですね、皆さんにご紹介したいなと思います。こちらですね、アーバニサチドアーズのですね、吸水速乾接触冷感防止はファンクショナルイージートラウザーですね、価格は7 9 2 0円ということで、まあ、これは使い勝手がすごくいいんじゃないのかなと思います。まあ、見ていただくとわかる通り、デザイン自体 はものすごくベーシックかなと思いますまあ、テーパード型のボトムスですね腿周りはビタビタに細いという形よりは少しゆとりはあるんですが膝から下にかけて徐々に細くなっていくようなテーパード型いわゆる大人には一番似合いやすいようなボトムスになってるかなと思うんですねまあ、センタープレスも効いていて綺麗に見えるのでまさに現代的なベーシックな一本かなと思いますで素材はですねウールに見えるような素材感になっていますで素材の質感なんです がウールに見えるんですけどもポリエステル100%ということで機能的な素材使いになっていますまあ、ウール見えした方がより大人っぽく上品に見えるんですね僕もウールのスラックスが大好きでいろんなものを持っていますがやっぱり機能性で言ったらポリエステルの方が圧倒的に使いやすいんですねなのでウールの表情を持ったポリエステルというのが結構大人世代が便利に使うためには最適解かなと思ってるんですがそのあたりもしっかりと抑えたボトムスになっていますそしてここからがすごく重要なんですが夏のボトムスという ということで、機能性、ものすごく重要です。こちらの素材は、まず吸水速乾ということで、汗を吸ってすぐに乾くというような機能性を持っているということと、接触冷感ですね。肌に触れた時にちょっとひんやりする感じ。これもですね、嬉しいポイントかなと思います。あとは、帽子は機能ですね。シワになりやすいと、どうしてもですね、くたっとしただらしない雰囲気が出てしまって、大人の男性が着ると、清潔感みたいなところとかけ離れてしまうので、帽子は機能がついているのは、すごくありがたいポイントかなと思います。まあ、ストレッチ性にも優れているので、 着ていてていいいいいい快適というとととうころもありりりががたいポイントトトでででですすすねねねススレッッチが効かないボトムスだとやっぱり夏場ではです、ね、ピタッと張りついてきついんです、ね、僕も昔はですね、夏であっても、めちゃくちゃタイトな、スキニーデニムを履いてたんですが、そういうものだと、とにかくですね、肌に密着して暑いのと、ストレッチが効いてないので、動きづらいので、体力がめちゃくちゃ消耗するんですね。若い子であれば、それでもいいんですけども、ある程度年を重ねた時には、ストレッチ感があって、快適であるということもすごく重要かなと思うので、まあ、このあたりのボトムス、 いいいいいいいててただくののががががまままず間違いがないかななかと思いますすすすカラー展開豊富なんででももももうう鉄板で使いやすいのは何何度も何度もお伝えしていますがブラックですねブラックのこういったイージーパンツというのは間違いのない鉄板となるような一本かなと思います。ただ、ちょっと夏には重たいかなと思う方もいらっしゃるかなと思うんですね。そういう場合にはグレーですね。これウェブ限定カラーになるんですが、ミディアムグレーよりもちょっとだけ深めの色合いで、なかなかバランスのいい一色に仕上がってるかなと思います。またはブラックと同じように濃いめではありますが、少しブリ みがかってるネイビーですねこの辺りで清涼感出すのもいいかなと思います。こちらの写真のように、ブルーの半袖シャツに対してネイビーのパンツということで、同系色のグラデーションでまとめるのもバランスが良かったですので、まあ、この色もいいかなと思います。まあ、ベーシックな色がちゃんと揃っているので、皆さんにとって必要な一本を買っていただければ、夏場でも快適で着回しのしやすい一本として機能してくれるんじゃないのかなと思っています。 はい、続いて2本目のボトムスなんですが、こちらですね。ホワイト系のボトムスは、やっぱりですね、夏時期は1本あると便利かなと思います。先ほどのベーシックなですね、テーパード型のボトムスというのは、まあ、ブラックだとか、ネイビーだとか、グレー系ですね。ベーシックで深めのカラーをですね、皆さんにご紹介したかなと思います。まあ、そういったものは季節関係なくてですね、まあ、通年で使えるような、もうベーシックカラーかなと思うんですね。一方で、季節感を出したりだとか、これらのベーシックカラーの真逆になるような明るめの のボトムスも1本揃えておくと着こなしの幅が広がるんですねそういった意味ではホワイト系のボトムスは1本あるとすごく便利かなと思いますそこで今回ご紹介したいのがですねシップスのコットンシアサッカーイージーパンツですねこれがなかなか雰囲気がいいんじゃないのかなと思っていますまあ、ホワイト系のパンツというのもですね本当にいろんなところから出ているんですけども個人的にはあまりタイトすぎるものはちょっと大人世代が履いてしまうとまあ、ホワイト系のパンツもいろんなブランドからリリースされているんですが 程よくゆとり感がある方がいいかなと思ってるんですねというのも以前ですね細身の白パンがめちゃくちゃ流行った時があったんですがまあ、そこから時代が流れてですねだんだんこう緩めのシュートのものが増えてきている中で今ですねタイトすぎるホワイトのパンツを履いてしまうとどうしてもちょっと古臭い感じがしてしまうので適度なゆとり感があった方がいいかなと思いますこちらのボトムスに関しては毛周りにゆとりがあるんですがやっぱり先ほどのボトムスと同じように適度にテーパードがかかっていますただ先ほどのドアーズのボトムスよりはちょっとだけ ゆとりを持っった設計になっているので、夏らしくてて風がが通り抜けるるよようううななななな適度なリラックス感漂にっいかと思いますで素材使いがちょっと特徴がありまして、シアサッカーといって、表面に凹凸感になるような素材感になっているんですね。これがまさに夏にぴったりだと思っていまして、肌離れが良くて、なおかつ清涼感が漂うので、まあこういった素材で白パンというところだと、ちょっと意外性もありますし、なかなかハマりがいいんじゃないのかなと思っています。で、ホワイト系のボトムスなんですが、真っ白というわけではなくて、オフホワイト なななのででで少しし黄ががかかっっていてていい柔らかい色味になってるんですねパキッとした白が苦手な方でもこれれぐらいいののホワイイトトでであれば気軽にトライしやすいかなと思うこちらの写真のようにブルー系のシャツなんかに合わせてもらうとまさに爽やかな着こなしができるかなと思いますし黒い T シャツだとかネイビーの T シャツだとか上半身にちょっと濃いめの色を持ってきた時には白パンってすごく相性が良かったりするのでまあ、こういった一本も持っておくとすごく便利なのかなと思っています値段をもうちょっと抑えたい方にはですねユニクロのリラックスアンクルジーンズをですね おすすめしたいところだったんですが、もうだいぶですね、在庫はなくなってきてしまったんですね。僕も動画の中で何回かお伝えしてるんですが、これ名作ですごく良かったので、もしお近くのユニクロにまだ在庫が残ってる場合は、こういったもので代用していただいてもいいかなと思います。まあ、このようなホワイト系のパンツがあることで、濃いめのパンツとの差別化がしっかりとできるかなと思うので、ま、ぜひ皆さんもですね、夏用として1本はチェックしていただければなと思っています。 はい、続いてラスト3点目のですね、ボトムスは、夏といったらやっぱり短パンですね。先日の動画で短パン特集は皆さんにお届けしてるかなと思うので、まあ、詳しくはそちらを見ていただきたいかなと思うんですが、今回はそちらの内容と被らないような一本をですね、皆さんにご紹介できればなと思っています。今年ちょっと旬な雰囲気なショートパンツとして、皆さんにご紹介したのはこちらですね。ダイワグリーンレベルカーゴショーツ発水ですね。価格は9900円ということで、これが使い勝手すごくいいんじゃないのかなと思っています。 まショートパンツの中でも微妙にですね、この流行だとかトレンドというものが移り変わってるわけなんですね。まあ、具体的には竹の長さだとか、裾幅の太さだとか、あとはディティールですね。まあ、本当にシンプルなものもですね、相変わらずあるんですが、最近はですね、カーゴショーツと呼ばれるような、カーゴパンツのポケットのディティールがサイドについたようなものですね。まあ、そういったものがちょこちょこと増えてるんですね。まあ、こういったものを取り入れてあげると、今っぽい雰囲気は出せるんじゃないのかなと思っています。こちらはですね、 とのコラボレーションですね釣具のダイワですね、まあ、ダイワはですねダイワピュアというブランドもやっていましてそちらも非常に人気が高くておしゃれ中級者以上の方が結構使っているブランドではあるんですがそんなダイワとのコラボレーションのショートパンツもですね非常にバランスの仕上がりになっているかなと思いますシルエットはやっぱりカーゴパンツがベースなので少しゆとりがあるんですねこの辺りも今っぽい雰囲気がちゃんと漂っていますし裾幅もあります丈の長さも短いわけではなくて膝よりはちょっと短いんですが数年前 のショートパンツに比べるとやや長めの印象なんですねやぼったくならないぐらいのバランスなのでこれはちょうどいいシルエットになっているかなと思いますでサイドにポケットがついているんですが割とロング丈のカーゴパンツよりもショート丈のカーゴパンツの方が僕はですねボリューム感がそこまで強く出過ぎないので使いやすいかなという印象があるんですねロング丈だと結構ですね生地の分量も多くなるのでインパクトも強くなるんですがまあ、ショートパンツは丈短いのでその分スッキリとするので割とですね な世代にもトライしやすい一本かなと思うんですね、まあ、カラー展開ブラックとライトグレーになっているんですが、まあ、個人的にはシンプルにブラックで合わせてもらうのが使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています今年で言えばプルオーバータイプの T シャツですねナイロンを中心とした河川の T シャツなんかと合わせていただいてもいいかなと思いますし意外とですねオープンカラーシャツだとか半袖系のシャツと合わせても相性いいような素材感なのでこの辺りと合わせていただくのもいいかなと思います足元は白系のレザースニーカーだとかもうドベーシック なスニーカーを合わせるよりは少しボリューム感のあるようなニューバランスのですねスニーカーを合わせたりだとか他のスニーカーを合わせたりだとかそういったものでバランスを整えていただいた方がまあ、より相性がいいかなと思うので夏の軽快なショーツなんですけどもすごくベーシックな血のショーツとかではなくてちょっとこうワイド感があってなおかつサイドのポケットでカーゴパンツ的なアプローチのものが一本あると今年らしい雰囲気も漂うかなと思うのでぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では大人の夏のボトムスはこの3本だけあればいいということでお届けをさせていただきました。世の中にですね、数多くあるボトムスからもうギュギュッと厳選して3本にまとめたわけなんですが、まあそれぞれ立ち位置が全然違ってるものなんですね。まあ綺麗めに見えるですね、ドベーシックなテーパードパンツですね。ブラック、ネイビー、グレーの中から選べば、まあまずこれ履いときゃ間違いないなというベースが作れるかなと思います。その上で、やっぱりそれだけだとちょっと大 普通に感じるなとか季節感出ないなということでホワイト系のパンツですねこのあたりでまあ今回はシアサッカー時のものをご紹介しましたが明るくですね華やかな印象をパッと出すことができるのでこれまたですねキャラ編としてはすごくいいのかなと思いますそして3問目が今年らしいカーゴショーツですね短パンなんだけども今年らしさをちゃんと抑えたような丈感裾幅そしてディティールですねそういったものをしっかりと捉えた1本を揃えておけばまず間違いのないボトムスのバリエーションが作れるかなと思うのでよく 皆さんも参考にしてていいただければなと思っています、まあ、僕自身も夏のボトムスは結構悩むんですが、今回ご紹介した3本、まさに僕自身も使ってるんですね。まあ、ブラック系のパンツは季節関係なくずっと使ってますし、あとは白系のデニムですね。このあたりも僕にとってはマストなので履いています。そして外遊びの場合は短パン履くので、本当にね、これぐらいあれば十分かなと思うので、あとは靴だとかトップスのバリエーションで違った着こなしを作ればですね、この3本だけでも結構違うようなスタイリングも組めるかなと思うので、 よかったら今後の着こなしの一つを参考にしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっと通向けの専門ブランドに関しましては、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信を行っています。皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えする形で、ワイワイ楽しくやっています。 で、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね。ゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて、写真と文章ベースでおすすめのアイテムです。とか、コーディネートの解説を毎日皆さんにお届けをしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。それだけではなくて、参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので。 気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストのしゅんでしたまた次回の動画もお楽しみに